はい、この動画は僕がこの前のパーティー動画を紹介したように、今回は2つ目のパーティーを作ってみた動画です。アメパ構築というね、昔の構築を作るっていうことになっておりますね。パーティーの詳細見たい方はこのまま動画をお願いします。やる気ないんだけどさ、なんかやっぱチーム組みたいの。はい、というわけでどうも、ティネと申します。前回ですね、一つちょっと僕の周りのチームを組んでみたんですけども、ツイッターのね、フォロワーさんからツッコミをいろいろ受けたり、穴だらけ、ツッコミどころがしかないとか、いろいろとね、言われました。うるせえよっていうのが僕の本音なんですけど、まあ確かにね、流行に乗ってない感はすごかったね。で、今回は、もう一つパーティーを作ろうと思います。いや、でも何するかなって題材を決めてたんですけど、サンムーンの時にすごくもう猛威を振るったパーティーっていうのがありまして、今はこのゲームにはいないんですけど、メガラグラージっていうポケモンがいまして、まあ要はアメパですよね。雨を降らしてメガラグラージのすごく高い攻撃力で無双するっていうパーティーがありまして、テーマはアメパで作ってみたいと思うんですよ。はい、じゃあまずはちょっとポケモンを選びからだ。まずはこいつだよな、ペリッパ、雨降らしね。海王ガの特性を引き継いだね、ペリッパね。登場した時に雨にするっていうことで、スイスイとかのポケモンがね、速くなったり、水タイプの攻撃力が上がったりね。もうペリッパは欠かせないんじゃないかな。はい、今作でなんかめちゃくちゃなんか強い水タイプってよく言われてるんですけど、このカマス城新ポケですね。まあ特性が、まあこれスクリーンオービーでやっちゃってるけどスイスイ、スイスイっていう特性があって、スイスイで素早さがすごく高くなって、攻撃力もすごい高いポケモンなんですよ。多分こいつがアメパにおいてのアタッカーなんじゃないかな。カマス城使いたいね。いや、昔からね、なんかね、ルンパッパっていうポケモンもそこそこ雨だと強いんですよ。もともとルンパッパってなんかそこまでパッとしないステータスってよく言われてるんですけど、アメパにおいては、スイスイに打たれて素早さが高くなったり、持ち物によって自分の種族値の低さをカバーできるっていう感じのポケモンで、結構なんかね、強いはずなんだけど、あんまみんな使わないよね。ルンパッパいいよね。やっぱね、アメパのルンパッパ、定番です。こちらはですね、僕の知ってる方からもらったオタマロなんですよ。これ進化するとガマゲロゲってポケモンになるんですけど、このガマゲロゲもスイスイっていう特性で、なかなか強いんだよね。水地面。ラグラージがいない今作においても水地面タイプってそこそこ強いんじゃないかなって。入れてはみたい。このヌメルゴン燃えさそうなんだよな。アメパだったら、これ特性今ヌメヌメなんですけど、もう一体作ってみて、ヌメルゴンの特性に潤いボディというのがありまして、雨の時に状態異常を回復するっていう特性で、潤いボディを持ってるヌメルゴンはアメパに使えるんじゃないかな。ね、水タイプだけで固めるともちろん弱点も出てくるから、それをカバーできるぐらいの能力あるからな、ヌメルゴンなら。いいかも。アメパにおいて、虫鋼タイプっていうのは結構定番なんですよ。ハッサム。ね、ハッサムとかシュバルゴ。そしてね、今作のナットレイっていうのもいるんですけど、ナットレイはちょっと人気すぎるので僕使いたくないんですよ。また出たよ、人気すぎるので使いたくない発言。得意だよね、この発言。来たぜ来たぜ。可愛い子がいっぱいいんな。ねえねえ、君ちょっと LINE やってる？ LINE やんない？さあ、今日もこの地に降り立ってきたぜ。よし、じゃあ俺、みんな卵を孵化するぞ。みんな俺についてこい。行くぜ。はい、というわけでですね、このようにまあ孵化とか入れたいなってポケモンを作っておきました。はい、なので答え値はこういう感じですね。最高の部類をできるだけ出るようにね、厳選作業しました。こちらはまあもらってるんであれだけど、厳選作業が終わりました。こちらもね、だからヌメラとかはまだ複数化してないから、いじっぱりだとどうなんだろう、控えめのがいいのかな。ウルオボディではあるけど、ふか控えめの方がいいのかな、わかんない。あとは正直ね、水タイプをずっと入れるだけだとあれなんで、まあこの3体
体は確定とします。で、残りこの5体、この5体に至っては、まあ、ちょっと育ててみて、ちょっと考えてからにしようかなと思うんですよ。ちょっといきなり育てると8体パーティーなんで怒涛の8体パーティーで私戦いに挑むんですけど、まあそれでもいいんですけど、ポケモンの使用上できないのでこの辺りのポケモンを育ててみて、いいなって思ったものを入れて、結果的にこの前のような6体パーティーにしてみたいと思います。じゃあね、早速努力値とかレベル上げていこうかな。いやだなりた勝負の時に来たはい、前回のがね、1週間ぐらい経ってますね、これね。はい、1週間ぐらい経ってなかなかね難しいとこがあったんで、はい、というわけでね、パーティー見せていきたいと思います。はい、こちらですね。まあ、今回はガマゲロゲとなっておりますけど、ルンパッパもね可能性あります。どちらも持ち物は突撃直帰という形にはなってますけどね。はい、じゃあ1匹ずつ見ていこうか。まずはペリッパーからね。はい、もうペリッパーめちゃくちゃ強いです。多分これこだわりメガネを持って、まあ、要は同じ技しか出せないけど、まあ、波乗りとか暴風連打でもそこそこ強いということになってます。努力値はね、特攻と素早さに全部振ってあるっていう形ですね。で、2体目。このカマス城がめちゃくちゃ強そうですよね、もうね。ね、気合のタスキっていうね、何を食らっても一撃耐えるっていう性質上ね、インファイトとかを覚えるんで、このポケモン。かなりね、耐久がこのように悲しいことになってるから、気合のタスキか、命の玉か、どっちかかなと思ったんですよ。今回はね、気合のタスキでやってます。はい、下。こちらもらい物ね、ガマゲロゲですね。はい。ガマゲロゲ、まあレベル54になっちゃったんで、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、意外とこれ能力低いです。意外とこいつ能力低いっす。で、技がね、特殊方面に、物理もいけるんですけど、技の範囲とかを考えた時に特殊の方がいいかなってなって、こっちになってます。はい。実はこのポケモン、冷凍ビームを覚えないという珍しい水締めタイプなんですよ。レートビーム覚えないんだってそしてこちらヌメルゴンね、雨のヌメルゴンですね。潤いボディのため、雨の時はターン終了後に状態異常が治るっていういい性質を持ってまして、これが眠るとかとすごいマッチしてるんですよ。眠るで眠った後潤いボディすぐ起きるっていうシナジーがあって、もう雨のねドラゴン枠としてはなかなかいい感じになってるんじゃないかなと思うんですよね。そう、あの全部水タイプで固めたらそれは草電気に弱くなるから、その2体に強くなるポケモンが欲しいねって思ってヌメルゴン採用してます。でこちらね、あのもらい物のロトム、今回スピンロトムというね、めったに見ない方にしてみましたスピンロトムはマジで30以内にいないからいいかなって。はい、でね、特攻素早さに振って、壁を2つ張れるっていう形ですね。壁を張っておけばとりあえずね、なんか安定するみたいなとこありますから、はい、このゲームまあね、髪の強さはオーロンゲ、エイフィーあたりが証明してくれてます。はい。まあ弱いは、ロートムも張れるから弱いわけがないんですよ、多分。そしてこちら、カブルモですね。カブルモです。もういろいろと問題が、もう本来はシバルゴになるはずだったんべや。あのね、進化条件が無理なんですよ。友達いないの忘れてたわ、俺。さあ、行きましょうか。さあ、この作ったアメパを試す時がやってきた。行くぞ、ペリッパー、カマス城、ガマゲロゲ。ね、この3体で参ります。まずはね、スイスイ2体とペリッパー。もうこのパーティーの主軸といっても過言ではないメインアタッカーですね。3体ともメインアタッカーかよ。唯一ガマゲロゲはちょっとね、耐久できるなっていうところあるけど、てか、ヒヒダルマ大丈夫かな。行くぜ、俺の波乗りの軽く、こだわりメガネから波乗り、弱いわけが、待って話にならない。ペリッ、なんでお前ストレッチとか覚えんの、初めて知ったわさあ、ディセンバースイスイでね、もう素早さはほぼ負けないですよ。で、ダイマックスからのダイナックルでまず攻撃を悠長に上げます。ここは悠長にちょっと攻撃を上げる前ぐらいできるんじゃないですか。いくぜダイマックスな。ユカちゃんちょっと待って、お前カマス城使うような見た目の顔に見えねえわ。正直ユカちゃん見て、ゆかちゃんの顔を見るとさ、カマス城ダイマックスするような顔には見えねえな。ああ。まあでも全国のトレーナーはね、バンギラスとかね、どんな女だろうがね、バンギラスとかサタンドラばっかりダイマックスさせてんでね、別に、ね、僕がね、このカマス城ダイマックスの別に珍しいことにもありません。パワーダンク、うわ、強っ強ない、いいね。あ、急所か、ごめんね。その攻撃上げて、もうこうなったらもう、だって、
攻撃1段階積んだスイスイでしょ。大ストリーム、じゃあ大ストリームこいつに浴びせっか。アメカのカマス城の攻撃1段階の大ストリーム震えろ、いくぜ大ストリーム。あーおー強強ない、めちゃくちゃ仲良くしてるやん。ツンベア、お前に何ができるんだ。お前もスイスイだったな、そういや、ツンベア。ツンベア、お前もスイスイ持ちだったな。俺の顔てるか、行くぞ、大ストリーム震えろ。行くぞあっあーうおーちょっと、あれはちょっと、うん。さっきのはもうカマス城3盾で終わっちゃったんだからさ。ドヒドイレか。いや、でもお前の、ね、メガネ持った暴風でなんとかなるだろう。暴風だぞ、暴風。威力どんだけ高いと思ってんの。ドヒドイレ3、2択、2角、2角。まあ三角か。まあまあまあ。おーでもいいね。追加効果の混乱ここで引いていく。オッケー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 。いや、ドヒドイデを3発で倒せる暴風。めっちゃ強い。やっぱさすが。こだわりメガネ持ってっからね。こだわりメガネ持って三角かよ。残念だわ。このガマゲロゲは、ゲンガーに素早さで勝てるよ。で、大地の力でもう落としていく。いくぞ。何？お前そこ動画のこと考えて。おい、動画のこと考えて。ははは。待って、動画のこと考えてよ。ほら、甘い上がっちゃったじゃん。まあ確かにね、実際のシングルでもなんか最近は守るとか身代わりね、結構普通に実用的な技ではありますからね。はい。まさかのシングルでも守るが採用される時代が来ましたよ。びっくりですわ。行くぜ、ガマゲロゲ。やっぱりゆかちゃん、お前ガマゲロゲをダイマックスするような顔に見えねえわ。まあでも、ヨロスとね、なんかサザンドラとかバンギラスダイマックスさせてるから別に大丈夫か。ドクドク。はぁ、なるほどね。ゲンガの方が早いね、やっぱりね。なるほどね。ドクドクとかしてくんの。なるほどね。大ストリーム震えろ。行くぜー。はいはいさすがに喧嘩は行けたべ。あー、助けか。めっちゃ強そうだよね。パルシェン。うん。これ大草原があります。パルシェン大草原がありますんで、これでもう一撃ですよ。さよなら。行くぜ。草生えるー。はいー、わー、強いさて。メンバーが一分変わりました。はい。まだね、出してない3体いますんでね。メンバー変わりましたよ。行くぜ。行くぜ、ノーメンバー。さあ、ロトム、ヌメルゴン、カブルモで参ります。大丈夫かな？ということはですよ、雨を降らせる手段がないんですよ。ヌメルゴン何のためにいるのかわからなくなってきたんですけど、雨を降らせられないのに。いや、でもね、ロトムもヌメルゴンも普通に単体で強いポケモンなんで、なんとかなると思うんですよ。はい。よろしくお願いします。10万ボルト。他はね、普通に10万ボルト。なんだそれ、また。なんでそんなめんどくせえ技持ってんだよ、お前。おー、いや、結構食らうぞ、これ。オッケー、10万ボルト。はい！いけるはず。はい、オッケー、オッケー、オッケー。さすがに、ロトムの特攻高いからな。はい。アメパのこいつは強いんですよ。アメパじゃない。雨降ってねえけど。行くぞ、ジューン大丈夫かな。まずは、ね、壁を張ったから、まずは剣の前で攻撃を上げる。うん。何？センスルズメ？なんか変わったもん持ってんな、君。ストーンエッジ、大丈夫。壁張ってくれたんだよ。耐えるよ。壁張ったんだけどね。壁張ったんだけどね、俺。自分壁張ったんですよ。トリトンさん、わかります？自分壁張ったんですよ。わかってくれますか？行くぞ、カブルモ。お前、友達おらんかったからな。俺には友達がいねえからな。仕方ねえよ。だから一緒に行こうぜ。行けー、ダイマックスかぶるもん。何をしてんだ俺は。よっしゃー、かぶるもん。おー、HP 少ね。102しかね。大丈夫かな。なんかストーンエッジで爆発する未来が見えるんけど。あ、来た、ダイボーム来たー。いけ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 、削れー。うおー、やったー。こういう時ロトムが生きてくれてれば、うん、いけるからなめんなよ。ダイアタック頑張れ、カブルモン頑張れ頑張れ頑張れ。ああ。はーい、というわけで今回はね、結構でもアメパはそこそこ昔はめちゃくちゃ強かったんだけどね、今回は見ないよね。なんでだろうね。ちょっとそれは僕は分かってないですけどね、アメパの紹介しました。普通に強いと思うよ、これは。30以内にね、入ってないのが意外なぐらいだからな。だから、天候
ーパーが今作ね、なんかね、バンドリぐらいしかおらへんねんな。スナッパーバンドリはおるけど、見た感じ。他の天候は見たことないね。ハレパーは難しいにしても。ハレパーは確かに難しいけど。はい。というわけで今回はね、ハメパ紹介しました。じゃあ早速なんで、待って待って、あれやな。忘れてた。終わりの挨拶するかった。お、出た出た。これね。じゃあ、いつも通り解説動画撮るか。ね。はい。この動画は、僕がこの前のパーティー動画を紹介したように、今回は2つ目のパーティーを作ってみた動画です。アメパ構築というね、昔の構築を作るっていうことになっております。で、パーティーの詳細見たい方はこのまま動画をお願いします。こんな感じかな。これさ、初めの挨拶で見せんだよな。かぶるも。かぶるもって何のためにいるんだろうね。はい、というわけで、今回はこれぐらい終わりたいと思います。またね、アメパー使ってみたいよって方は、このパーティー一回使ってみてもいいんじゃないでしょうか。そしてね、かぶるもちゃんを輝かしてあげてください。では、今回はこれぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。